えー、伊藤さん、えー、今回はですね、えー、またまたお申し込みありがとうございます、はいえー、お申し込みクレジット決済での確認できましたので、はい、で今回の動画は、えーっと、スマホを活用して、まあ、やっていくということなんですけど、まああの、結構言ってるんですけど、やれば稼げます、100%稼げます。 今回の内容マジで本質をついてるところで、まあ、実際にもう映像を見ていただいた方からも、まあ、本質をついてるということで、まあ、やっていただければ100%売上が上がります。はい、なんで、まあ、ぜひ、まあ、少なく見積もっても、まあ、999円以上より収益が100%出せますこれやれば。でこのコミュニティビジネスって、まあ、セミナーでもお話ししてるんですけどコミュニティビジネスめっちゃ大事です。 であのしかもそんなに人数いなくて大丈夫なんですよぶっちゃけだから LINE、まあ、グループのセミナーでは LINE グループのお話し,してるんですけども LINE グループを使って LINE、まあ、グループって200名まで集められるんですね LINE グループでその LINE グループ200名マックスまでで十分ですで200名の濃いお客さんがいれば飯はずっと食っていけるんでじゃあどうやってやっていくのっていう話もしてます なんでそれもやっていただければなと思います。であとですねちょっとこれあの、まあ、ドリアカにも入っていただいてるんですけれどもあの過去のメール履歴をちょっと確認したらなんと伊藤さん米沢市と山形の米沢市、えー、一番最初にもらったのが多分去年の9月5日ですかね。 あのちょっとメールの履歴見たら「あれ山形の米沢市」って書いてる僕ね実は米沢にいたんですよ2年。<laughs> 米沢中央高校っていう米沢市なんで多分わかると思うんですけどまだあるのかな米沢中央高校の前にあの なんかそのイオンではないですけどなんかちょっともあの建物あるの分かりますよね多分米沢住んでたら多分あそこ結構一番米沢ででかいとこだと思,った思うんですよねまあ僕10年前の話ですけどすいません多分まだあると思うんですよねあのイオンというかなんかモールモールまではいかないですけど多分イオンだったと思いますけど、はい、僕米沢中央高校にいたんで。 まあ今まだ去年のこれメールなんでまだちょっと米沢にいるかわかんないですけど米沢から熱海までありがとうございます、まあ、もしかしたら去年のこのメールなので引っ越してるかもしれないですけど、はい、まさかの米沢と僕青森山田高校っていうところ行って1年やったんですけど青森山田高校1年やって米沢中央に転入した編入したんですよで2年山形にいました だから山形の米沢はですね、うん、まあまあ立地は知ってます <laughs> 2年いた,いたしチャリンコでぐるぐる回ったりとかしてたんで高校時代は、はいまあ、その米沢の話もなんかいろいろできればなと思います、はい、今回ですねお申し込みありがとうございました、まあ、今回の映像本当にあに価格は安いですけどやっていただければ絶対収益出ますので是非実践していただければなと思います、はい、ありがとうございました